ふうちゃんビジネス日本語入門コースへようこそみなさんこんにちはビジネス日本語入門コースへようこそ私はふうちゃん日本語の川原むつです今日も一緒に楽しく学習していきましょう 前回からいろいろな場面においてのビジネス会話を見ていっていますが今日は打ち合わせで行われる会話を見ていくことにします。打ち合わせとはある事柄について事前に話し合うことを指しますね。日本の企業ではある事柄についてみんなの意見を一致させるため関係者が集まりさまざまな会議を行います。 みんなが顔を合わせて話し合いをすることによって倫理同様仕事を完璧に進めることができるののです。これも一つの有効なな手段なのですそこで行われる用語を身につけると同時に日本の企業で打ち合わせがどのような手順で行われそして プロジェクトがその他のみんなの協力によって進んでいくことにも注目しながら学習しましょう。まず最初に関連するフレーズを紹介します。皆さんも一緒に確認してみてください。1朝礼を行う 2, 2軍事を与える3 会議を開く4会議を招集する5議題を決める6議長を務める7発言者を指名する8発言を求める9異議を唱える10採決する 11・提案を可決する12・道義を否決する13・結論に達する14・結論が出ない15・合意に達する一部は会話のテーマにもなっています意味を理解し 必要なものは覚えておくようにしましょう。それでは会話を見ていくことにします。会議室で今日はこれからの仕事の進め方について打ち合わせをします。はじめに、王く企画案がどうなったか報告してください。はい。企画案は先週出来上がりまして、早速その実施に関する 倫儀賞を佐々木さんの指導のも,もとに作成して提出しました王さんも我が社の書式に慣れてきたのでほとんど一人で書き上げましたよ倫儀は昨日、専務の決裁をいただきましたそういうわけで企画を実施する段階になりました担当は王、佐々木の両名ですが適宜他の人も手伝ってください よろししくお願いします。社内の連絡は私海外との接種は王さんが担当しますが皆さんの力を借りることもあるかと思いますよろしくお願いします承知しました何でもおっしゃってくださいじゃあ次の案件に移ります加藤君説明してくださいでは私から説明します まず資料の1を見てください関係者が集まり打ち合わせが行われました課長が議長を務めましたね最初にみんなに何について話し合いをするのかを伝えていますそしてこの件について企画案を出した王さんに説明を求めていますねそれでは詳しく見ていくことにしましょう まず会議中の用語についてですが会議を行う際にはある特定の場所で用いられる正式な用語を使用します上司が部下に対して話をする際にも丁寧な言い方をします進め方についてとありますが〜何々方とは方法手段という意味ですね よってここの進め方というのは進めていく方法つまりやり方ということになります他にも書き方作り方食べ方見方というように使いますそして何々についてとは何々に関してという意味です 私はこの件について何も知らないといったふうに用いますそして「早速」という言葉が出てきましたがこれは「すぐに」「速やかに」ということです例えば「早速」「返事を出した」というように使います続いて「 実施に関するというところですが、〜に関するという言い方で用い、〜についての〜に関係があるという意味になります。例えば、政治に関する話とか、試験に関する注意事項。 といいううように使います。「佐々木さんの指導のもとに作成して」とありますがこれは「誰々の指導のもとにこれこれする」という言い方ですね例えば「山田係長の指導のもとに報告書を作成しました」などということができます 続いて「慣れてきた」の「〜てきた」は次第にそうなるという意味です例えば彼のことがだんだん分かってきたといったふうに言えます次に「ほとんど」という言葉ですがこれは「大方」という意味の副詞ですね 仕事がほとんど終わったなどと言います決裁これは責任者が部下の提案した案の歳費を決めることです例えば書類を決裁するとか決裁を仰ぐというふうに用いますそして、 王さんの報告を受けて、課長はそういうわけでと言っていますね。これは前の言葉を受けて、そのような理由でと続けているのです。例えば、私は以前からずっと中国の文化に興味があり、チャンスがあれば中国に行きたいと思っていました。そういういわけで、 今回の交換留学生の試験を受けることにしたんですといったように用いることができますねまた「段階になりました」とありますが「段階」とは物事の進展過程の区切りという意味ですつまりそういう時が来たということですね他にも、 研究を進めてきましたがいよいよ公に発表する段階になりましたと言ったりします続いて「適宜」という語ですが制限を受けずに必要に応じてということです適宜連絡を取り合うというように用いたりします「接触という言葉ですが これは外交その他の交渉での談判または駆け引きのことですね例えば労使館でシを重ねる。というように用います続いて「皆さんの力を借りる」とありますがこの「誰々の力を借りる」とは他の人の助けを借りる とということですね。例えば「家族の力を借りながらここまでやややってくることができました」というように使います「案件に移ります」の「案件」という語ですが議題とされる事案ですね例えば「重要案件」というように用います そして、「案件に移ります」の「これこれに移る」ですが次の段階に入るということですね。次の話題に移る。というように用います。<music> それでは、意味を確認したところでもう一度会話を聞いてみてください会議室で今日はこれからの仕事の進め方について打ち合わせをしますはじめに多く企画案がどうなったか報告してくださいはい企画案は先週出来上がりまして早速その実施に関する 倫儀書を佐々木さんの指導のもとに作成して提出しました。王さんも我が社の書式に慣れてきたので、ほとんど一人で書き上げましたよ。倫儀は昨日、専務の決裁をいただきました。そういうわけで、企画を実施する段階になりました。担当は王、佐々木の両名ですが、適宜他の人も手伝ってください。 よろししくお願いします。社内の連絡は私海外との接種は王さんが担当しますが皆さんの力を借りることもあるかと思いますよろしくお願いします承知しました何でもおっしゃってくださいじゃあ次の案件に移ります加藤君説明してくださいでは私から説明します まず、資料の位を見てください。どうでしょう打ち合わせがどういう流れで行われていくか、つかめましたでしょうかでは、その他、場面ごとの会話を紹介しましょう。企画を提案する際のやり取りです。部長、例の案件ですが、決裁お願いします。 課長の班はもらってある、ねはいいただいてありますじゃあ一応メモを通すからそこへ置いておいて続いて会議の招集です王さん2時から打ち合わせがありますから第2会議室へお願いします2時に第2会議室ですねわかりました 発言をする際の言い方でです。課長、発言してもよろしいでしょうか。いいですよ。どうぞ。では、私の意見を聞いていただきます。他の人の意見に賛成する際の言い方です。ただいまの佐々木さんの提案に賛成です。すぐにも取り掛かるべきだと思います。 わかりました。他の人はどう思いますか私も同感です。異議を唱える際の言い方です。この資料一の内容には疑問点があります。そうですね。再度見直す必要があると思います。 指示を与える際のやり取りです。この件については、再調査することにしよう。王さん、疑問点を整理しておいてくださいね。かしこまりました。それから、佐々木さん、参考のために前回使用した資料を王さんに見せてあげて。承知しました。最後に、打ち合わせの閉会の際の会話です。 それでほかに案件がなければ今日の打ち合わせはここまでにしましょう次回は来週の水曜日ですねそう2時からここでじゃあ次回までに再検討事項をまとめておきますじゃあそういうことでお疲れ様お疲れ様でした場面ごとの会話を見ていきました その場に応じた言い方ができるように繰り返し練習してくださいそれではここで関連知識を1つ日本企業で毎日行われるのが朝礼です。日本の会社や工場などでは毎日朝礼を行いその日の伝達事項や指示などを出します 企業によっては各部署ごとに行うところもあります各部署の責任者が話をして社員を激励しみんなが意欲を持って仕事を取り組めるように声掛けをしているのですさて今日は打ち合わせの会話を見ていきましたねまたそれに関連する 会話も紹介ししていきました打ち合わせでの流れを把握しそこで使われる用語を身につけることができるよう繰り返し練習してください。 それでは今日の授業はこれで終わります。